台湾のの軍軍隊隊は、これ行政組織もそうななんんでででですすすけど、長年にわたたっってね、ね。国民党の軍隊でしかなかったんです、ね、台湾を守るという愛国心にあふれた人たちばかりが軍人ではないむしろ旧中国国民党の利権にまみれた人たちがいるというのが実態です。これがはっきり言えば中国共産党の謀略であった暗殺であった可能性も私はあると思います。 こんにちは藤井元気です1月2日にですねとんでもない事件が台湾で起きました。それは軍のヘリコプターが墜落しましてなんと台湾軍の参謀総長が死亡しています。でこれはあの13人乗りの大型ヘリコプターだったんですけれども8人が死亡してですねそして5人がかろうじて生き延びたという大事故第3事でした。 でこれはあの軍のですねトップレベルの人たちが乗っていたわけなんですけれども、えー、特にですね、えー、こ,のこの事件ですね参謀総長さんこの人の方名前は陳一明という人陳って沈むという字で出てく数の1になるという字の陳一明という人だったんですが、えー、この人はですね昨年の7月 2019年の7月に参謀総長の地位についたばかりでしたそして現蔡英文総統の非常に信任の厚い軍人でしたしかも空軍の出身です空軍大将です台湾の防衛にとって一番大事なのは陸でも海でもなくても空軍なんですよね その空軍で一番台湾に対する忠誠心愛国心があって蔡英文さんが信頼しているという人がこれによって死亡してしまったでおそらく軍のトップレベル8人がいきなりいなくなってしまったという台湾にとっては危機的な状況と言っていいと思います。で台湾の軍というものを考えるときに実は台湾の軍隊はこれ行政組織もそうなんですけど長年にわたってですね国民党の軍隊でしかなかったんですね。 国家の軍隊ではない国家の中立な軍隊ではなくて国民党の株組織としての軍隊に過ぎなかったわけですでこれを国民全体の国家の軍隊に改変するというのは実は大変な努力がいるわけですで、これはあチャイナの中華人民共和国の方でもですね同様でしてチャイナのいわゆる人民解放軍という軍がありますが このの軍というのはですね、実態は人民弾圧軍ですがこの軍というのは国家の軍隊ではなくてですね中国共産党の軍隊なんですね。でこれはあのそういう普通の国というのは軍というのはもちろん国軍であってですねその国家を守るために存在するわけですけれども、えー、共産国家においては国家の上に共産党が立っている。 国家の行政組織軍を指導するのが共産党という立場なので,でこれは、えー、ナチスドイツなんかもそういう形です、えー、そして、えー、共,共産党の支配していたソ連邦もそういう形でした、えー、共産党が軍を支配するその形がそのまま今の中華人民共和国中共ではそういう形になっているわけですねでそれと対照的な形で中華民国も これは国民党が指導する軍、国民党の軍国民党軍部にすぎなかったわけです。これを李登輝先生が台湾の民主化をやりましたけれども行政組織や軍をこれを本当の国家の軍や行政組織に変えるというところまではさすがの李登輝先生もできなかった。 わけですよね今ある意味で蔡英文さんはそに取り組んでいるだからその中でも今国民党はかつては反共だったんですけど今その国民党のに忠誠を誓っている人たちというのはそれはイコール中国共産党の影響力を受けた人たちということになってしまいますですからこの台湾の軍の中でもですね これは一枚岩ではないと台湾を守るという愛国心にあふれた人たちばかりが軍人ではないむしろ旧中国国民党の利権にまみれた人たちがいるというのが実態ですですからその文脈で考えますと本当に台湾を守ろうとして蔡英文さん台湾独立案に忠誠だった軍人が私は殺された可能性もあると思いますこれがはっきり言えば中国共産党の謀略であった 暗殺であった可能性も私はあると思います台湾の中華民国の軍というのは国民党軍に過ぎないその中で軍の中にですから当然中国共産党のために働くエージェント工作員が紛れ込んでいたそれがこういう事故を起こした。 という可能性を私は否定できないと思いますこれは何ら客観的な証拠情報に基づいているんじゃなくてこれは私のあくまで推論です客観的に入ってきた情報を元にした私の推論ですしかしその危険性と言いますかその可能性は排除できないと思いますで私は暴力テロという手段を用いて中国共産党が台湾の自由な選挙に干渉してくる可能性がある危険だということを申し上げましたけどそれがこういう形にとっ こういういい形を取って現れたのではないかそれは候補者に対するテロという形はとりませんでしたけれどもそれと同じようなですね非常に危険な行為台湾のデモクラシーを破壊する行為なのではないかとその可能性があるというふうに思います。でこれは蔡英文さんに対しては中国共産党の恫喝ですね。我々はいつでも軍のトップを殺すようなことはできるんだよとあなたの命をいつでも奪うことができるんだよと。 あなたが飛行機でどっか行こうとした時に落とすことができるんだよとそういうような恫喝とも私は取れますねで、えー、考えていただきたいのはあの前に申し上げましたけど去年の12月31日に反浸透法というです、ねえー、これ中共からのですね、まあ、スパイのや工作員が台湾に入ってくることを防ぐ法律というものができたこれは大きな第一歩だったんですけどそれに対するですね反動として よくぞやってくれたなと言うんでそれに対する報復として中国共産党がやったのがこの参謀総長のを殺すということだったのではないかなという仮説が私は持っておりますその前提となるのは、えー、去年の12月20日にはアメリカで国防権限法というのが成立しましたこの国防権限法というのは台湾の独立を、まあくまではアメリカ国家として守っていくと そういうい法律ですすそして予算の裏付けももあるもので,すでこれはトランプ大統領がそう言ってるだけじゃなくてアメリカの議会トランプ大統領を弾劾すると言っているアメリカ下院の民主党の人たちも賛成して通した法律なんですね。でこれの中で大事なことはもし台湾ではこれはまあ中国共産党が台湾の選挙に干渉してるっていうのはもう事実である。それを防ぐためにアメリカの情報機関は えー、この外国から台湾の自由な選挙に対する干渉を防げなければならないということを要求しているんですね。そしてそれをどういうことが起きてアメリカの情報機関はそれを防ぐために何をやったかというレポートを1月11日の総統選挙のあと45日以内に議会に報告しろということをこれ義務付けています。ということはアメリカは国家としてですね 大統領はもも議会もです、ね、台湾の自由な選挙を守るためにアメリカは力を尽くすぞというふうに世界に対して宣言しているわけですよね。それにこれが台湾の人たちによっては非常に心強いバックアップですけれどもそれに対して,ででしてです、ね、この1月2日の参謀総長暗殺という報復措置を,を,を取ったのではないのか。阪神東方に 対するですね。仕返しですね。これを中国共産党がやったのではないかと。私はこれはあの推測推論しております。前も申し上げたように、米中の代理戦争、米中の戦争の関ヶ原にまさに今台湾はなっています。